増田玲奈選手です。青コーナー、ライオンズジム、篠原ひかる選手です。自分はディフェンス側に回ろうとしたんですけど、思ったより来なかったんで、自分から攻めて、で相手がなんか自分のパンチが当たった時に相手が前に来たんで、それを狙う、その時にカウンターを狙ってやるように変えました。あ、もう楽しいですね。なんか練習することがあんまり試合に出せなくて、今日のスパーリングであんま出せなかったんで、それはちょっとでも出せるようにやってます。次の課題かなと思います。